皆さん、こんにちは。カフェミステリークイーンのしおりでございます。2022年、今年もがっつりミステリーの年にしていきたいということで、お正月に本屋さんでミステリー小説を5冊ほど購入しましたので、ご紹介をさせていただきます。ラインナップはこちら。近藤文江、凍える島。青いべき、遺跡探偵冬井論馬の証明。世界七不思議はよみがえる。服部真由美、罪深き緑の夏。神永学ぶ、心霊探偵ヤグモ。青の呪い。綾辻ゆきとヒーローのささやき。近藤文江、凍える島。近藤文江先生は2021年にテレビドラマになったシェフは名探偵の原作を書かれております。私も気になって見てみたら、なんとプロレス系のネタの、その話は書評動画の方でお話しするとして、はい、ドラマの原作を書かれた作家さん、しおりは初めて読む作家さんでした。では凍える島のあらすじ。無人島とはこれまた古風な、とは異常。お得意ぐるみ、慰安旅行と洒落込んだ喫茶店。北斎屋の一行は、瀬戸内海の真ん中に浮かぶ S 島へ。数年前には新興宗教の聖地だったという。島で8人の男女が1週間を共にする。しかも、波乱含みのメンバー構成。古式に倣って、真夏の孤島に悲劇が幕を開け、1人減り、2人減り、由緒正しき主題をモダンに演出する物語はどこへ行く。なぜ私が本屋さんでこの本を手に取ったかと言いますと、まず帯、間違いなく面白いって書いてある。それじゃあ読むしかないって感じで、速攻手に取りました。なんかあの名作のオマージュっぽいですしね。大好物。そうそう、こちらはもうお正月中に読んでしまいました。面白かったです。青い敵、遺跡探偵冬井論馬の証明。世界七不思議はよみがえる。青いべき先生は第16回このミス大賞作品、オーパーツ死を招く司法の作者さんでございます。今回もミステリー盛りだくさんなのが帯を見れば一目瞭然。鍾乳洞の首なし死体、密室状態での大量殺人、謎の放火殺人。気になる。ではあらすじです。高校生冬井論馬が鍾乳洞で遭遇した首のない死体。誰が何のために首を切ったのか。歴史学者の兄秀一は一目で真相を見破るが、同時に世界七不思議にまつわる突拍子もない仮説を語り出す。そして数年後、大学で建築士を専攻していた論馬は、山荘の密室での大量殺人事件に遭遇する。事件に考えを巡らせるうち、兄から託された。世界七不思議の謎に自らもまた魅せられてゆく。世界七不思議とは、ギザの大ピラミッド、バビロンの空中庭園、エフェソスのアルテミス神殿、オリンピアのゼウス像、ハリカルナッソスのマウソロス霊廟、ロドス島の巨像、アレクサンドリアの大灯台と調べてみたらこんな感じでした。このね、世界七不思議っていうのは結構しおりも好きで、前もちょこちょこなんか本とかで読んだりしてました。とい
うのもね、私は月刊ムー的な話が大好きなので、それに惹かれて、いやこちらも購入してしまった次第です。楽しみ。服部真由美、罪深き緑の夏。服部真由美先生はあのこの闇と光の作者さんですよ。私この闇と光大好きなんです。どんでん返しの感覚がとっても好き。呼ばれていない方、ぜひこちらもおすすめです。だから好きな物語だったから、今回の物語もかなり気になる。蔦屋敷には誰も知らない秘密がある。12年前の夏に出会った忘れ得ぬ少女ユリと再会した若き画家のジュン。その日からジュンの身の回りでは不可解な事件が起こり始める。彼女は聖女か、それとも魔女か。美に囚われた人々の悲劇を描く欲望と背徳の伝説的ゴシックミステリー。いや、手に取った理由はやはり服部真由美先生という作者名ですね。まだどんなミステリーを読ませていただけるんだろうと期待がうわーっと湧いてきて、パパッと手に取ったんですよ。神永学、心霊探偵ヤグモ、青の呪い。心霊探偵ヤグモ、すっごい出てますよね。書店に行けばずらーっと並んでいる。どの装丁にもかっこいいヤグモくんが。今回の青の呪いもイケメン。殺人の朝、学校にいたのは君だった。共感覚を持つ匠は青い声をした少女マキと呪われた絵を調べることに。その矢先、美術室で先生が殺害される。マキに関する秘密を抱えた匠の前に、孤高のクラスメート斎藤八雲が現れ、累計700万部突破シリーズの異色にして最高傑作。私は今まで心霊探偵ヤクモは最初の赤い瞳は知っているだけを読んでいるくらいで、ヤクモシリーズの深いところをあんまり知らないんです。だから青の呪いが発売された時に正直買うか迷ってて、シリーズをあんまり知らない私が読んでもいいものかって思ってたんですよ。でもね、神永先生のツイートでシリーズを読んでなくても楽しめますよっていう風にお言葉をいただいて、安心して購入しちゃったんですね。しかもフォロワーさんの読了ツイートをたくさん見たんですけれども、どの方もみんな高評価で、心がもう弾んじゃって、そしてこちらもこの間のお正月中に読了いたしました。いいバランスで青春とあと殺人事件が混じり合っていて、すっごい楽しめました。綾辻ゆきと黄色のささやき。想定が美しい。黄色のささやきは美少女、暗闇のささやきは美少年。このささやきシリーズやばいですね。美しき人間たちの恐ろしい物語。名門清新女学園高校の開かずの間で少女が死んだ。魔女という謎の言葉を残して、美しくも残酷な連続殺人劇のそれが幕開けとなる。転入生サエコの心に潜む赤い記憶の秘密。夜ごとに少女たちを襲う殺人者の正体は、鮮血と狂気に彩られたささやきシリーズ第1弾。
黄色のささやきは実は以前に読んだことがあるんですけれども、ね、新装改訂版がこんなにも美しく購入してしまいましたっていうのも理由なんですけれども、やっぱりね、あの前に読んだ時のもう記憶がちょっとあやふやなので、やはりねそれも第一で再読っていうことで購入いたしました。シリーズは黄色のささやき、暗闇のささやき、そしてついこの間新装改訂版になった黄昏のささやきですね。黄昏のささやきはまだ読んでいないので、今回黄色のささやきを再読後に読みたいと思います。最後に、今年も素晴らしいスタートになりました。積読も増えたことだし、またたくさん読んで皆さんに素敵なミステリー小説のお話をさせていただきたいです。2022年もしおりをよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録してしおりと一緒にミステリー小説の世界を楽しんでいきませんか。ではでは、いいねボタンもよろしくお願いいたします。またね。はい、いい滑り出しでしたね。2022年、素晴らしい本にたくさん出会えております。この本が気になったなとか、この本読んだけど面白かったよとかありましたら、ぜひコメントで教えてくださいませ。